皆さんこんばんは。チュワックスコタローチャンネルを見ていただきありがとうございます。最近ですね、この話すスタンスに変えてからいろいろコメントいただいて、本当に皆さんにこうメッセージが届いてるんだなっていうのが実感できてですね、すごく嬉しいです。今日もたくさんコメントください。はい、では早速ですね、今日のテーマです。今日のテーマは犬に殺されたら好きになり始めてますというテーマでお話をさせていただきます。昨日はですね、少しね、こう心の距離が離れてしまっているサインみたいなものを、紹介したんですけども、今日はその逆ですね。犬がその人に対してですね、まあ、ちょっとこう、好きになり始めている、興味を持ち始めているっていう感じですね。そういったサインをいくつか紹介しようかなというふうに思います。はい、では一つ目が前足でつつくですね。これね、前足でちょんちょんとこうつつく感じですね。これでね、ワンちゃんっていうのは、襲ってこないかっていうのをね、確認してます。つついても全然こう反撃してこないかっていうところでね、安全な人かどうかっていうのを確かめる行動になりますね。で、まあ、これをするときは、こう、堂々としてるっていうよりかは少しね、こう腰が引けていて、いつでもこう逃げられるよっていう体勢でね、あんまりね、こう足が安定していないような感じでね、つつくことが多いです。で、まあ、この行動をした後に、あ、この人安全だな、大丈夫そうだなっていうふうに分かると、ようやくじゃれついてくるっていう感じで、このじゃれつきとかね、仲良くする前の、工程の行動になります。で、よくね、愛情表現で、こう、前足をかけるっていうものをね、紹介しますけども、これとはまたちょっと違ってですね、まあ、具体的にはこう、触れてる時間が違うっていうイメージですね。前足をかけて、こう、じっとね、甘えたいとか、遊んでほしいとか、そういう場合は、こう膝にね、足をかけたり顎を乗せたりっていうのをこう長い時間してですね、上目遣いをしてきたりとか、そういう行動を見せてくれます。ただまあ、この興味とか関心の場合はですね、ちょんちょんとね、少しつつくようなイメージになります。はい、まあ、これをねされたらちょっとねじっと待って、あんまりこういきなり驚かすようなね行動をしないでいただけると、あ、大丈夫なんだなとね犬も思えるので、少しね、ゆっくり動いてみたり、じっとしてみたりしてくれたら、いいかなというふうに思います。はい。続いて二つ目が、匂いを嗅ぐですね。まあ、これはね、結構、ワンちゃんの挨拶でね、皆さんも、犬を飼っている方、飼ってない方でもね、結構知ってる方多いかなというふうに思います。で、犬同士の場合は、よくね、お尻の匂いをね、嗅ぎながら挨拶をしてるかなというふうに思います。これは、まあ、ワンちゃんね、お尻の、あたりかで出てくる分泌物の匂いっていうものが本当にね、ワンちゃんそれぞれ個性があります。なので、そこの匂いを嗅ぐことで、あ、この子はこういう子なんだなっていうのがね、本当にわかるんですよね、ワンちゃん同士は。なので、まず最初に本能的にお尻の匂いを嗅ぐということをしますね。ただ、それが人の場合は、まあ、結構ね、全身ぐるっとこう匂いを嗅ぐ子もいますけども、まあ、多くはこう手の匂いをね、嗅いでいたりするかなというふうに思います。で、ワンちゃんがこう人の手をね、匂いを嗅いできてくれた時におすすめなのは、まあグーをしてですね、グーをしてこう手の甲をね、優しく嗅がしてあげるっていうのがおすすめですね。ワンちゃん、ちっちゃい子であればあるほど特にですね、このパーのね、手のひらを向けられると、いきなりこう掴まれるかもしれない、襲われるかもしれないっていうね、恐怖心が湧いてしまうんですね。なのでグーでこう手の甲を出すことで、襲う気はないよと、私も仲良くしようとしてるよっていうのをね、こうワンちゃんに伝えてあげると、ワンちゃんもね、すごく安心できるかなっていうふうに思います。で、ワンちゃんのね、嗅覚っていうのはね、本当特定の匂いに関しては1億倍ね、人間の1億倍とも言われてますけども、本当にこう優れてるんですよね。なので、まあ、ゆっくり匂いを嗅がせてあげるっていうのはね、本当に人間が思ってる以上の情報をね、ワンちゃんは得られるので、本当にいち早くね、安心させてあげたいのであれば、まずは匂いをね、十分嗅がせてあげるっていうのが、大切かなというふうに思います。で、やっぱりね、こういう時に香水とかタバコの匂いが強いとですね、ワンちゃんもうっとなってですね、その後あんまりこう近づいてくれないなんていうこともありますので、まあ、ワンちゃんとね、こう触れることが分かっているのであれば、少しこう自然体な匂いでね、あんまりこう香水とか、あとは強い柔軟剤とかつけずにですね、触れ合ってあげると、その後のね、こう匂いを嗅がせる効果がね、ぐっと高まるので、ぜひぜひ、そういうことも意識してね、触れ合っていただければと思います。はい。続いて3つ目が、短く吠えるですね。で、ポイントはこの短くっていうところですね、ワン、ワンっていう感じでね、こう短く吠えるような感じです。で、これね、多くの場合が、先ほど紹介した匂いを嗅ぐっていう行動の後に見せてきますね。で、これどういう気持ちかっていうと、まあ、匂いを嗅いで、ある程度ね、少し相手のことが分かってきたっていう状態で、
興味だったり興奮っていうのがこう最高潮に上った時に見せる行動ですね。ワンちゃんっていうのはやっぱり興奮したりすると吠えるっていうね仕草でそれを表現するので、短くワンと吠えることによって、少しこう遊びたいよとか楽しい気持ちになってきたりとか、まあ、ただねその中に少し、怖い、ね、気持ちが混じっていたりとか、そういうねちょっとじれったいような感覚ですね。これは遊びたいけどちょっと怖いっていうね、もうじれったい感覚を表現した行動がこの短く吠えるっていう行動になります。でこれもね一番最初に紹介したこう前足でちょんちょんつつくっていうのと同じでですね、まあ、これをすることで襲ってこないかっていう確認でもありますね。こう短くね軽く吠えてもこの人は襲ってこないんだなっていうふうに分かると、やっぱりワンちゃんね、あこの人は敵じゃないんだなっていうのが分かるので、その後ねよりねスムーズに仲良くなりやすくなります。はい、ぜひぜひねちょっとね最初怖いかもしれないんですけど、そこでこういきなり逃げたりとかあんまりこうね突飛な行動はしないでいただけるといいかなというふうに思います。はい、続いて4つ目が、お尻を突き上げ伏せのポーズですね。こうお尻をね天井にこう向けるようにして、前足をこう伸ばすようなね伏せのようなポーズになります。でこれね犬にも人間にも見せます。で意味合いとしては遊ぼうのお誘いのポーズですね。なのでまあ、今まで紹介したものに加えてよりも比べてもっともっとこう心の距離がね近づいてきた時に見せるものの一つになります。で遊ぼうよ遊ぼうよっていうねポーズになります。でまあそのことねそのワンちゃんとすごい親密な関係、例えば飼っている愛犬ちゃんとかであれば、スキンシップ取ってあげてもいいと思うんですけども、まだねそこまでこう親しくなってないっていう場合はですね、まあボールなど使って、少し距離がある段階で、物を経由して遊んであげるということをすると、やっぱりワンちゃんっていうのはまあ、スキンシップだけじゃなくてねこういうボール遊びとかでもそうですし、楽しいっていう感情をねこうくれる人が大好きなんですよね。あこの人といると楽しいって自分が思える時間が多いなってワンちゃん思うと、どん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 その人ね近くに来ようとしてくれるので、まず最初はねこういうボールなどでもいいです。一緒にね楽しいな嬉しいなっていう感情をね共有させてあげるってことをね意識してあげてください。でこの姿勢でですねどん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 興奮してしまうと、本当に、吠えたりもし始めます。まあ、どちらかというと、こう、強いね、要求ですね。遊べよ、遊べよっていうね。例えばボールを投げていても、ボール早く投げろよっていう感じですね。ちょっと要求に変わってくる感じですね、お誘いから。こうなってきた時は、一回クールダウンです。いつもね、こう言ってますけども、ワンちゃんがね、興奮した時は、一回クールダウンさせてあげると。これはね、日頃から行うことがね、すごく大切です。散歩中にいきなりね、人に飛びつくっていうこともね、減ってきたりします。なので、まずは、吠えたりしたら一回クールダウンっていうのは意識してあげてください。でね、これね、一個注意点なんですけども、例えば、いやいや、まあ、全然そういう場面じゃないなとか、例えば愛犬がこう、遊ぼうとか、そういうタイミングじゃないのにもかかわらず、こういうね、仕草を見せる。この同じようなね行動を見せることがあります。これっていうのは腹痛のね可能性があります。ワンちゃんねこの姿勢をすることによってその痛みをね痛みから先を逃げようっていうね行動をすることがあります。なのでねそういう場合はちょっと動物病院に、ね、連れてって行ってあげたりとか、しっかりご飯食べるかなとか他のね動きとか見てあげてください。もしかしたらねちょっとワンちゃん苦しんでる可能性があるんでね。はい、今日はですねこれで以上になります。ね、やっぱりワンちゃんに興味とかね、関心を持った時に、そのタイミングで人がどういうね、対応してあげるかっていうのがすごく大切です。今回ね、紹介したものは、少なからずワンちゃんがね、興味を持ってくれているので、そこでね、行動間違えなければ、必ずその後ね、仲良くなって一緒にこう、じゃれ合ったりとか遊ぶことができるので、ぜひぜひね、今回紹介したものを、例えばドッグランとかですね、他のワンちゃんが見せてくれた時も、まあ、じっとしたりとかですね、一緒に遊んであげたりとか、意識してあげてください。はい。今日もね、ぜひぜひたくさんコメントください。本当にね、皆さんのコメント、毎晩癒しになってます。朝もね、一緒にコタローって読んでます。はい。じゃあ、ありがとうございました。おやすみね。バイバイ。バイバイねー。